RPG-7RPG-7 が登場する作品の一覧は、ロシアで開発された対戦車ロケット敵弾発射機 RPG-7 と、その中国製コピーである69式ロケットランチャーが登場する各種メディア作品を解説する。007シリーズ007リビングデイライツ後半のアフガニスタンソ連空軍基地での戦闘で基地に攻撃を仕掛けた カムランシャー率いるムジャヒディンの一人が所持しており、馬上から発射する。007ゴールデンアイアバンタイトルのソ連のアーカンゲルにて、ソ連軍が管理する化学兵器工場を警備するソ連兵の一部が69式を装備。レッド、レッド CIA エージェントが69式を使用。マービン・ボグスと1対1で向かい合って、近距離で発射するが、マービンに、 弾頭の先端を狙撃され、爆風で CIA エージェントが、のみが死亡する。アメリカンスナイパー民兵がアメリカ軍に対し使用しようとするが、クリス・カイルに狙撃され、未使用に終わる。その後、子供が拾うが、結局撃たずにその場に捨てる。エクスペンダブルズ3ワールドミッション前半のモガディシュの港の戦闘で武器商人のミンズこと、コンラット・ストーンバンクスと取引をしていた。 武装集団の一人が所持。主人公のバーニー・ロス率いるエクスペンダブルズとの銃撃戦で撃とうとするが被弾して倒される。それをストーンバンクスの護衛部隊のリーダーであるクリュックが拾って撃つが、ま一発でバーニーに避けられ、近くのコンテナに着弾する。後半のアズメニスタンの戦闘ではストーンバンクスに買収された。 アズメニスタン軍の中の一部隊がエクスペンダブルズへの攻撃に使用。エンド・オブ・ホワイトハウスホワイトハウスを襲撃した北朝鮮のテロリストが北帝に侵入した後にゲートを破壊するのに使用。グリーンゾーンはアルラーウィー将軍の部下が彼の命を受け使用。将軍自らがおとりとなってアメリカ陸軍のブリークス少佐率いる特殊部隊の移動手段健上空からの監視を 行っていた UH-60 ブラックホークのうち1機を市場の上空へおびき寄せてから部下が発射して撃墜する。ザ・ウォーカー後半のジョージとマーサの家での戦闘でカーネギー一味のナンバー2であるレッドリッチが最初の切り札として高額照準機付きの69式を使用部下達に銃撃を中止するよう命じてから発射し家の壁の一角を吹き飛ばして 近くにいたマーサを殺害する。戦線布告日本国内に侵入した某国特殊部隊がサットに対して一発使用し、サット隊員2名を死亡させる。ダークナイトジョーカーが中国製の69式を使用。ハービー電灯を乗せた護送車の前を走っていたパトカーを破壊したほか、護送車の盾になって飛び出してきたパッドモービルも破壊する。 ターミネーター3サラコナーが残した武器の中にあったものを T-850 が使用。墓地で TX に向けて発射し、同じく発射直前だった TX の右腕にあるプラズマ砲を破壊する。ターミネーター4ブレア・ウィリアムズが敵とみなされたマーカス・ライトを逃がそうとした際、バーンズが二人目がけて発射する。ダイハード、ラストデイ前半のモスクワにて、 チャガーリンの手下が主人公のジョン・マクレーンが乗るトラックとのカーチェイス時にクーガー HE 走行車のハッチから身を乗り出して発射する。これに対しマクレーンはとっさに急ハンドルを切って回避には成功するもののトラックはバランスを崩して横転してしまう。バイオハザード V リトリビューションモスクワエリアでの戦闘とカーチェイスにおいてプラーガンデッドの一部が使用。なお、初使用時には ルーサー・ウェイストがこれに気づき、RPG と叫んでいる。バック・トゥ・ザ・フューチャー1985年に、リビアの過激派が、プルトニウムを騙し取った毒を銃撃後、デロリアンで逃走したマーティーを、デロリアンごと仕留めるべく69式を取り出すが、撃つより先に、デロリアンが1955年にタイムトラベルして、失敗する。ブラック・ホーク・ダウン米軍と交戦していた、ソマリア民兵が使用。 米軍のメガヘルツマイナス 60L ブラックホークを2機撃墜するほか、地上部隊への攻撃にも使う。新艦の対衝撃精度が高すぎると発射時の衝撃で起爆する恐れがあるために精度を下げてあること、硬い装甲を破るために先端が鋭く設定されていることから、作中に見られるようにハンビーの装甲を貫いて搭乗者の人体にキャッチされて爆発しない可能性は、 十分あり、そのロケット弾頭によって効果が左右される点が見どころであるとの評価もある。ホワイトハウスダウンテロリストたちがホワイトハウスの屋上からアメリカ海兵隊の M1 エイブラムスに向けて射撃を行い、一両を撃破する。また、大統領専用車の後部武器庫から M4、カービン風のストックとフォアグリップ、スコープを取り付け、銀色に塗装されたものを大統領が取り出し、 そのまま車から身を乗り出して射撃を行い、ホワイトハランボー、怒りの脱出、コーバオが主人公、ジョン・ランボーとの移動手段として話をつけた、ベトナムの河川海賊の船に積まれていた武器の一つ。オリジナルの開発国であるソ連製らしく、弾頭にはロシア語での表記がある。彼らを裏切って、ベトナム人民海軍の哨戒艇へ引き渡そうとした、海賊一味を、 乱暴たちが帰り討ちにした後、銃声からそれを刺して、機銃装者を行った、小海艇を攻撃するのに、乱暴が使用。小海艇を爆炎で包み、艇長と機銃手を爆死させる。乱暴さん、怒りのアフガン主人公、ジョン・ラン暴がソ連軍の要塞から脱出する際、味方のアフガンゲリラが持ってきたものを使用。要塞出入り口から出ようとしていた敵のトラックを破壊し、 出入り口を塞ぐ。実物が入手不可能なためか、撮影用プロップが使用されている。このため、ロケットの発射速度は、実際よりも、かなり遅いスピードで直進していることが確認できる。ローンサバイバーターリバーンが使用。シールズを攻撃するほか、救援に駆けつけた CH-47 回、チヌークを一気撃墜する。ワンスフォーエバー北ベトナム軍が、 米軍への攻撃に使用。北ベトナム軍の陣地にも多数配備されているのが確認できる。暗殺教室実写映画にて、イリーナ・イエラビッチが使用。原作漫画と異なり、重機の扱いに長けている設定。海猿海猿エボリューション劇中、太平洋側から日本領海内に侵入した不審船に積まれている武器として名前のみ登場。主人公の千崎大介が乗る。 巡視船、流れを含む出動した海上保安庁の巡視船各船に対しては RPG-7 の有効射程距離は500メートルなので不審船の半径500メートル以内には接近してはいけないとの指示が出される。劇中で本ランチャーが火を吹くことはなく自動小銃による銃撃が流れに行われるくらいだが最終的には流れからの20ミリメートルによる 攻撃によって不審船やその乗員ともども太平洋に沈む。エンジェルハートドラマ内においてファルコンが使用。武器庫にもあるほか、バズーカと一緒に担いでいたり実際に発射もしていた。CAT シットワン、A T、S <S ザアニメーテクトシリーズ -69 式をテロリストが使用。後に露覚したものをパッキーが使用。アジン佐藤率いるアジンのテロリストが、 陸上自衛隊の駐屯地を襲撃した際に所持。キューティクル探偵稲葉 OP に登場。広角機動隊、スタンドアローンコンプレックス第13は、テロリストノットイコールにてテロ組織、広告の旅団が使用。ティルトローターに向けて一発発射するが、公安休暇の斎藤によって、弾頭を狙撃され、爆発する。こちら、葛飾区亀有公園前発出所銀行強盗が、使用。 両津勘吉の M551 リー弾の粘着弾で使用不能になる。シティハンターシリーズ、シティハンターにオープニングで海坊主が発砲しているほか、本編内でも使用。また、99年のスペシャルでも警官隊に奮した武装集団が攻撃目的で使用。瀬戸の花嫁新章第1話にて天皇さんが使用。満潮 A 清を撃破する。 とある魔術の禁書目録通木原一族の木原スータが神の右席の前方の弁当に対して使用。魔術を使用する弁当に対しては効果はなかった。魔法少女窓マギカ・アケミホムラが第11話にて使用する。リーンの翼発射された弾頭にロケット推進剤の入ったチューブと安定翼が装着されていない描写のミスがある。 ルパン三世お宝返却大作戦。敵組織の幹部であるミーシャが、ヘリコプターの機上から、ルパン一味が乗る車に向けて発射し、次元大介が、S、S&WM19 で迎撃し破壊するが、破片でタイヤをパンクさせる。ヘルシングセラスが所持している。気分は猛戦争69式を、中国人民解放軍が使用。富士の両権ンが使用。 第二次朝鮮戦争を行き予通佐藤三佐が北朝鮮軍不評から奪ったもので敵戦車を攻撃するシーンがある。本人によると対戦車兵器の最高傑作。太陽の目視録海峡同盟の高文さんが追跡してきた希望の海のヘリコプターに向けて走行中の高機動車の助手席から発射し、これを撃墜している。独立戦車隊、プロローグ。 タンクスのチェチェン紛争のシーンに登場し、T-80 に向けて発射される。トドのつまり、主人公が RPG-7 で特型の戦闘ヘリを撃墜する。ヨルムーン &PG を -7 光学標準機付きのものをウゴが使用し、海賊の司令艇を吹っ飛ばす。戦争の犬たちユーゴスラビア製。映画版では M72 ローを使用。ハイよレ。 ヤるコさん2巻にてしよう。この世のものならぬ理解を絶する衣装に刻み抜かれた RPG-7。RPG-7 がコンピュータゲームの特に戦争を題材とした FPS ゲームに登場することは珍しくなく、プレイヤーの間ではロケットランチャーと RPG が同義語と捉えられている場合がある。 アライアンス・オブ・バリアント・アームス主に対戦車用として使用するが、対人でも使用可能。主に護衛ミッションで両軍取得可能。アメリカズ・アーミー、アメリカ陸軍の公式ゲーム。アーマアームド・アサルト弾頭は PG-7V と PG-7VR が登場。アルマニ弾頭は、 pg-7 vpg-7 vlpg-7 vrog-7 が用意されている。ファークライシリーズ、ファークライ2、ファークライ3、ファークライ4蒸気の3作品に登場。ファークライ2では耐久度があり、使用し続けるとジャムを起こしたり、暴発したりする。マッシュブアクションゲームセーバーの対戦者兵器として、rpg-76 の名称で登場。 誘導能力を持つ RP、RPG-7VG も登場する。STLKER シャドウオブチャーノーブルゲーム中最高の破壊力を持つ、ウォーロック重火器併用、ショップ武器。悪魔城、ドラキュラ青月の十字架、ボスラッシモードの景品。アンチャーケットシリーズシリーズ全4作で登場しており、手持ち武器の中で最強の威力を有する。だが、モテる弾数が少なく、 入手回数も少ない。特定の敵はこれを使わないと倒せないほか、特定イベントを進めるためにも必要になる。オンラインでは、UC2 と UC3 の協力モードでも登場し、UC3 の対戦モードでは、メダルキックバック発動により入手できる。エースコンバットシリーズ、エースコンバット X およびエースコンバット X2 に登場。護衛目標や時期を攻撃する。 敵戦力として登場する。しかし、RPG でありながら、戦闘機をロックオンし、誘導ミサイルを発射してくるなど、実際のものとは大きく異なる。エースコンバット R では主にヘリミッションに登場。ミサイル警報が鳴るほか、弾頭を機関砲やミニガンで撃墜できるようになっている。怪盗ロワイヤルゼロマイナスロケットランチャーの名称で登場。 グランドセフトオートシリーズ、グテイート、GTA、VCS を除く、全作品で絶大な威力を持つ重火器として登場。コールオブデューティシリーズ、COD4 ロシア超国家主義派が所持。キャンペーン、マルチプレイの両方で使用可能。COD、メガワットに超国家主義派、ブラジル民兵、ロシア軍が所持。キャンペーン、スペシャルオプス。 マルチプレイで使用可能。COD、メガワット山頂国家主義派、民兵が使用。キャンペーン、スペシャルオプス、マルチプレイでも、使用可能。COD、某北ベトナム軍、ベトコンスペツナズが所持。キャンペーン、マルチプレイで使用可能。COD、某にキャンペーンに RPG-7 が登場する。他、マルチ。COD、 通常プレイでは登場せず、マルチプレイの一部マップに隠してある。ターミネーター4ジョンコナーが、ターミネーターやハンターキラーを攻撃するのに使用。劇中で登場する武器の中では、最大の破壊力を有する。大乱闘スマッシュブラザーズシリーズソリッドスネークが、スマッシュ攻撃に使用。中華スターゲーム中の名称は、RL-7。クレイジーの王道中ちゃんが、 未章しで乱射。ネットゲーム9国を鉄の二次ディーアイゼングロリ1938年に、ケルンテン広告の企業イリス社が開発し、同年ケルンテン陸軍に、シグリア・ファウストとして、正式採用された RPG-7 改良型の携帯火器が登場する。弾頭性能は、時代背景から RPG- に相当に、貫通力を落としてあるが、ゲーム中の、 あらゆるアフフや量産型映画を撃破可能。ゲーム中の兵器開発ルールでプレイヤーが開発したため、1937年を舞台にする TRPG 版、鋼鉄のニジパンツアーメル編 RPG には登場しない。バイオハザードシリーズ、バイオハザード4ゲーム中の故障はロケットランチャー。実物とは異なり、装填されたロケット弾を撃った後に再装填を、 行わない、事実上の使い捨てロケットランチャーである。また、特殊弾頭を用いるものも登場。主人公レオン・エス・ケネディとロス・イルミナドス教団のジャ、邪教徒が使用。また、ムービー内では戦闘員が、マイクの軽 UH-1 を撃墜しているが、実際には存在しない、死体空ミサイルを発射したような描写がある。バイオハザード5、バイオハザード4に引き続き登場。 本作では主人公クリスレッドフィールドが属する BSAA の装備品として正式採用されたものであるほか敵の武装兵マジにも使用バイオハザードリベレーションズバイオハザード5に引き続き登場キャンペーンモードでは最強の威力を有するバイオハザード6リベレーションズに引き続き登場するがシナリオモードではレオン編の終盤にてエイダウンがレオンや ヘレナ・ハーパーのために用意した2機のホンランチャーをモンスター・シモンズとの戦闘で使用するぐらいしか出番がない。一方、マーセナリーズではエクストラコスチュームのクリスが使用する。バトルフィールドシリーズ BFV 北ベトナム軍でスコープ付きのものを使用可能。BF2PC 版では拡張パックのスペシャルフォースで使用可能。BF2MC メック戦闘工兵で スコープ付きの V 型を使用可能。BFBC ロシア軍工兵の装備として、スコープ付きのものが登場する。BFBC2 工兵の装備として P、P 字をマイナス7スコープ付きのものが登場する。BF3 ロシア側の工兵専用武器として、V2 が登場。BF4 工兵専用武器として、V2 が登場。威力は高いが弾道が不安定になってる。 BFH マルチプレイでマップに配置してある。ホーンテッドミュージアム航空機ステージで戦車部隊および R-64 アパッチなどのヘリコプターや飛行機に対して用いられる。マーセナリーズ中国軍や北朝鮮反乱軍が使用するロケットランチャーとして69式が登場する。弾道が不安定で外れることが多い。マーセナリーズにはワールドインフレームス。 RPG の名称で登場し、ベネズエラ軍、PLAV、ユニバーサル石油の傭兵部隊、海賊が使用する。メダルオブオナーシリーズ、メダルオブオナー、ターリバーンの兵士が使用。メダルオブオナーウォーファイター ASG、ISI、ソマリア海賊などが使用。メタルギアシリーズ、MGS3、んぽ、MGS4 蒸気3作品に登場。MGS3 とんぽでは、 劇中唯一の対戦車兵器として登場。一方、MGSPW や MGS4 では、より高性能なドラゴンやジャベリンといった対戦車兵器も登場するので、劇中での扱いは悪い。メタルスラック2号戦車、G 国家を撃破後、乗組員が使用。フォートナイト、ロケットランチャーという名称で宝箱及び、救援物資から出現。キャラクター大阪が、 シューターアドレス時に4丁使用。キャラクターの属性に合わせて赤い弾頭になっている。ありがとうございます。